はい、というわけで、イップさん申し訳ないんだけどちょっと実況してもらってもいいですか。え、どこどこ、あ、この試合かな。下対アズール、多分シモアズールはシモが乗っかってるだけで結構アズールが苦しいんじゃないかな。まあ、下側はジャンピーと進行エンザーを使い分ければいいと思います。あとアズールは無影脚が強いんで、最初は無影脚と烈風と疾風を使い分けて戦っていくのがいいと思いますね。で次だ、さあ体力はもうない。さあ最後は烈風食らってしまう。一本目とアズール、あれこれ三本選手になってる、三本選手になってる。とりあえず日本選手したら終わりで、さあ立ち位 EX 売却、さあ BC、 バット立ち位 EX 売却、これガードさせて有利です。投げて、おっと裏に回ってる、投げて、さあジャッジからレツギダン、相打ち、これはダメージ勝ちしている。レツギダンの方はね、レツギダン相打ち、レツギダン、レプー、レツギダン、さあ体力を減らしていく、勝ってしまう。体力はギャン同じぐらいかな。あーっと最後じゃあ立ち2位が立って勝ったのはどこだ、三ツ矢さんとアズール、はい、次は助手席さんと天宮さん、助手席さんのクローター、山宮さんの半蔵、その前に設定を変える。賢者は言うな、遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ中、クロー半蔵、半蔵は初級では珍しいキャラなんですけど、このキャラは守りが強いキャラなんですが結構難しいキャラなんで、初級隊だと結構苦労するんではないでしょうか。あとクローの強竜巻がなぜか半蔵だけしゃがみに当たるんで、結構クローの火力が出てしまう組み合わせ。ちなみに中足をコパンで潰されると強竜巻がつながります。どんどん投げて、ブロブロ打っていく、波動で近寄らせない、ジャミング、おっと中足、中足投げて、投げからブロって、しっかりブロっている、大工石大工、あのおっとめくりがガードしているがちょっと食らってしまう、勝利をしっかり反撃ができない。半蔵最大の反撃って難しいんですよね。一応あの距離だ中和小翼が確定するんですが、初級隊だとちょっと難しいかな。砲翼というかあれかなんだっけ、技見忘れてた、まあ、いや砲翼で言ってる間に一歩目取ってから雨宮さんの波動、どうぞ、コバコバコバ、中足、中足から隔離している、クネグ
おっと巨人ガラスバラしている。次はしない。リブ、こわこわこわ、ジャディ、昇竜しっかりつなげて、さあ行く。おお昇竜どうなる、はい、飛んでどうするか。おっと飛びが通ったか。あーっとコームがつなげられず、あまりが通って、定石さんが取り返していく。さあ最終ラウンド、イエクサの投げで、あっコマースカッ、わスカッてしまう。フレグプロトがチラシ、おっと勝利、ジェフダイク、これ初級大会ではレベル高いんだけど。ハロー、あーっと漏れてしまう。これはサイレンが入るがミスってしまう。ダイク一応あの足払いガードすると半蔵の声をかぐります。ダイク勝利は、あーっとさーっと確定を取って勝ったの雨宮さんの半蔵。はい、次三ツ矢さんのアズールとエヌミンさんのチャラ。遊んでいただきありがとうございました。え、長山さんに勝ったエヌミンさん、え、それが それが初級に。あの全一長山エイジャー、全一エイジャーの長山さんに勝ったエルミンさんが初級大会に次の対戦でも怒られていた。うん、まあまあ、まあこのゲーム格上でも1位引ける時あるんでね。あ、チャダだからってのもあるの。はい、チャダアズールはちょっとチャダきついかな。一生はズール側が烈風と疾風を撒いてゲージ貯めて、気が向いたら無益を振るだけで結構苦しい組み合わせ。しかもチャダは無益、強無益が地上でリヒットしてしまうキャラ、プロはとても取りづらいといった間に画面端逃がさない立ち、おっと切り替えで烈風、あ、じゃない疾風、逃げる、当たってしまう、当たってしまう、プロゲージ貯めていく、おっと対空はできない、立ちに上が見えている、レップ、おっとブロッタが飛んで逃げている。あれは多分低めだったんで確定してなかったんだと思います。立ち割りつないです、あーっと当たってしまう。あれ本当は見てから飛べるんですけど、まあ、知らないのはしょうがないですね。まあ、あと3位はタッチ C が当たって1本目取っていくのは三ツ矢さんのアズル。リーチが長山。シップレプ、あっと体育飛び、クレイク投げて、お見えている、勝ち、おーっと逃がさない、どうする、投げて投げまくってエヌミーさんが取り返していく。おうまいな、そうデズキック、飛び、じゃあでおっと疾風、ジャディおっと、ジャディ長い、あーおあー今回はさすがに飛んでいる、まだあと1回できる、あどうするどうする、おガードして有利、最後は空対空ジャンディが当たって勝ったのはエルミンさんのチャラ。次大江戸さんのジュズマル対イルカディアさんの白ジュズマル。
小出さんはどっちのジャズバルですか。黒で、はい、アズールはいいですけど、いつはめられた。黒対白、遊んでいただきありがとうございました。いや、シャダーのハメも結構怖いですね。ハメではないですけど、ハメっていうか、まあ、うん、存在自体がちょっと近づかれたらもう柵だから。あ、そうそう、これやられた側もうはめられてる感覚になるからね。そう、どうすんだよこれ。うん、しかもヘルシーで、まあ、ただのじゃんけん、まあ、ただのじゃんけんだけど、ちょっとやられてる側は理不尽かなっていう。そうそうそう、これどうすんだよ、ためじゃねえかよって言われたら。さあ黒対白、まあ基本的にはこうブグライト組み合わせじゃないから、裏キャラといっても基本は変わらないんで、基本は西井テクンペ、それが全てです。飛びが通って福田グープレグ、ガイは外して西、飛びが通ってガイ端、どうする、固めて固めて投げて、あっとこれはレバーガチャしないとダメージが上がってしまうので、レバーガチャしてください。西タチ、しゃがみくらいなんで結構減っている。しかし体力はや五分に近いか。おっ、中断、アムコシン実は中断なんです。あれは白特有の技なんで黒は持ってない。から投げて、おっ、あいち、あーっと、さあテクンペにしっかり確定取って一歩目取っていくのはイルカーディアさんの白かな、白数珠。投げて、おっ、西テクンペしっかり確認している。おっと、飛びが取ったが安い。からテクンペしっかり確認、ああライクロフシで暴れている。リブリブリブしつこく通していく。そして大江さんが取り返していく。強気だ。ゲージ状況的には大江戸さんが勝っているが、ブロから投げて、投げ出し、出し、クレイク中足空振ったが、おっ、西テクンペを見せてしまう。しかしやり返せない。投げて、ジリジリしてどうするか。イルカジアさんゲージがない。これは何としてでもゲージを食べないが、あと飛びが通ったか、ダメージ、おーっとダメージ、リップガードで投げて、投げ捨てる、あ、1位。さあユルカディアさんは一発西井決めれば勝てる体力だが、しかし大江戸さんはゲージがマックス。そして時間がここ減っている。投げて、試合が動いた。石井ガード、石井、おっ中断、石井、なんかこれレベル高いんだけど初級トーナメントだな本当に。あ、投げて中断、あーっと投げて、あーっと一回山形して勝ったのは大江戸さんの黒ジョズマル。なんかすごい試合だな今。はい、次はヤーさんのシモ対、ヒロさんのコウさん、コウさんのコウでヤーさんのシモ、シモコウ、何その面白いのみたいな。ちょっと練習
リモコはどうなんだろう、あんま見たことない組み合わせなんだけど、まあゴッチ、まあゴブって言っとこう。立ち立ち、まあ、そんなに悪い気合わせじゃないと思うんでいけるはず。フワフワ立ちり固めて固めて、体力はもう減っている。おっとっと行く、上が見えている。勝利フワフワ、シーンか簡単じゃん。おっと立ち足張りがしっかりしている。投げてまだあるよ、投げてこの6点目が強い。あーっと投げが透かってしまって投げ暴れにやられてしまう。そして1本目取ってからヤーさんの死亡。2ラウンド2点グフワフワ立ち入りから、あーっとガードされてしまって黒からしっかりハギ。なんか今日対空マイスト多いんだけど、初級なのに。コッコバ昇竜だし、足払い足払い、おっとブロッカー3、え、うまいんだけど82さあ1戦5戦ガードされて、じゃあちょっと安いがどうする。タッチ2つ巻きからタッチシンコイナ投げて、おっ石田さん、これブロらないと削られてしまう。そして勝ったのはヤーさんの死亡。はい、2回戦天宮さんの半蔵対エルミンさんのチャラ。はい、どっちでもいいです、どっちでもいいです。遊んでいただきありがとうございました。今日レベルがすごい高いんだけど、今日の初級対決、初級ってか初級トーナメントレベルすごい高い気がするんだけど、うん、おかしいな。さあ半蔵チャラ、まあ、この組み合わせは個人的に結構いい勝負じゃないかなって思ってます。立ち入り西太鼓左から投げて当て投げ、おっと 6D 立ち叩き落としていく、いいエクスマッキエリー、これ暴れが強い。左から投げてしっかりしている。立ち立ち立ち、ジャンシーで覆いかぶせたってか、一歩目取ってくるのはエルビンさんのチャラ。飛びかおっと空対空、あーターゲットゴム飛んで飛んで暴れてしっかり起こしていく、投げて立ち逃がさない、おおしっかりキーアです。うまいんだけど、あ2回しか回したら、あまあしょうがないじゃん。立ち逃げろ、おっ確認うまい。何この大会、最後はジャンディが刺さって勝ったのはエノミスさんのチャン。次大江戸さんの黒術対ヤーさんのシモ。ヤーさんのシモはバレバレであった、あれヤーさん、あ遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。シモジュズ、個人的にはシモ有利じゃないかなって思ってる組み合わせです。シモの方が地上戦が強くて飛びも強いんで、基本的に立ち回りは有利に取れる上にシモは置き攻めが強いんで、
あまりジュズマルのいいところが発揮できない組み合わせだが、まあ、ジュズマルはブロから壊せるんで、それでもそこまで苦しい組み合わせではないと思ってますね。だけど投げていってる間に体力が半分近く減っている。そして1回最大最大ではないか。おっとジャシー投げ出し8人体力はもうね。おーブロおっスタート。新婚演算が刺さって1本目取ってくらい。やーサルシモン8人西シタート愛知しゃがみくらいなんで若干ジュズマルが負けているか。西シアタチリからあっおああいう怪しい反撃エリア投げが一番いいと思います。あっ暴れてリープから投げて足払い。あーと相打ち、あれ無敵短いんで、おーとライリックル欲しい。そして大江さんが取り返していく。セコさん無敵が短いんで切り返しとしてはあんまり使えないと思うんですけど、シモは2人切り返しがないんで、まあ使わざるを得ないって感じですね。だけで立ち見から立ち、あっと味方通ったか。遊戯団遊戯団しっかり空中ヒット枠にしている。で次だどうする。逃げたいが、あっと一斉交差置き詰めが確定しまう。あーライクル欲しい。上が見えている。投げてそして勝ったのはヤーさんのシモ。三決はやりますか。なしで。じゃあ決勝戦。あ、そうですね。NB さんのチャラ対ヤーさんのシモ。ありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。あ、シモチャラ。組み合わせ的には、まあ、立ち回りがシモ有利なんですけど、シモ切り返しが弱いんでチャラに捕まってしまうと何もできずにやられてしまうことが多い組み合わせ、まあ、いかにはめるかっていう組み合わせですね。どっちがはめるのか、シモをはめるのかはめられるのか。シンコイさんじゃあシンクネグシンコイさん投げて起きてね。さあこうなってしまうとシモはつらい。投げてそして仕切り直していく。クレイグ投げてああ投げが飛んでいる。しっかりコンボ。おっとガメージ投げてどうするか。おーっとトムロ読んで強ペール。そして1ポイントってからいやエルミさんのチャーダーまあ、シモだから飛ぶのは分かるんですけど、いやでもキャラ隊やってるな。エノミさんすごいな。ナイス取ります。ふわふわシンコイさん投げてで次の当たってしまう。セットプレーはいけない。ポン投げてコバコバコバおっタチ逃がさない。うまいルミさんうまい。タッチジャンディ投げて起きてどうする。投げて当て投げそしてヤスが取り返していく。できるぞこのシモ。どっちもうまい。レベルが高い。本当にレベルが高いこの初級、この初級トーナメント。出ていくおっと西デグ
ナー上げて、カツリからコバコバカツリ、おーっとジャンベルが超えてしまう。カツリ投げてしっかりといく、チーコイさん見えない、これは誰も見えないです、これ表かな見るな、感じるんだ、立ちり、あっとかぶせて落とせない、落とせない、投げてどうする、投げて逆に置くでね、コバコバ、おーっとジャックベルしっかり飛んでる、もう慣れたか、最後はクータイク、そして勝ったのはヤーサルシモリ、そして優勝はヤーサルシモリに決まりました、おめでとうございます。鬼に横道はありません、抜いてください、なんでやこれ、優勝コメントお願いします。ニコマスの1012から来ました、ニコマス動画見ればヤタガラス上手くなると信じてますんでお願いします。中級トーラ、あ、シモンです、はい、次